はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、五郎でございます。ということで6月20日火曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝も上海からお届けしております。今朝の一言は知恵の蔵にということで、解説文を読んでいきたいと思います。美しい心を持ち、夢を抱き、懸命に誰にも負けない努力を重ねている人に、神やあたかも行く先を照らす松明を与えるかのように、知恵の蔵から一筋の光明を授けてくれるのではないでしょうか。知恵の蔵とは、真摯に生きるすべての人に開かれている、私はそう信じてます、ということなんですけども、まあそうあってほしいなとは思いますね。まあでもまあこういうこと多分あり、僕もね何回かありますけど、なんかなかなか解決しないなっていうか、なかなかブレイクスルーしないなみたいなので悶々としてた時に、あの時はまあどういうテーマかちょっと忘れちゃいましたけど、もうひたすら本ばっかり読んでた時があって、というのは、あ、なんかま初めてまあマネジメント任された時、しかもまあ20代後半ぐらいで任された時に、まあ若い会社だったんで、先輩も同い年とか、まあ1個上とか2個上とかだし、まあ下もそんな感じだし、まあ経験値がある人がまあ基本少なかったんで、だから同じような悩みを持ってる人ばっかりだったんで、聞いても解がなかったんで、だったらもう本を読むしかないなと思って、マネジメント関係の本100冊ぐらい読んだんじゃないですかね。なんか大げさな感じでもなく、そのコミュニケーション系のマネジメントの本をもう100冊ぐらい読んで、まあある程度なんつうんでしょうね、本を読んだことによる疑似体験をしたことによって、まあリアルでのマネジメントも、まあ自分で言うのもあれですけど、それなりに成果を上げれたんで、まあ、結果としてメンバーがその当時で80人ぐらいにもなったりもしましたし、まあ、結構メンバーの中からもうその全社 MVP みたいな人がまあ3年連続出たりとかしたんで、そういう意味では今日の話と合わせると、知恵の蔵、まあ、真摯に生きるすべての人みたいなとこでいくと、ブレイクスルーするために僕の成功体験でいくと、ひたすら本読みまくったっていうのがあるんで、まあ今上海にいると、あの日本の本がね少ないんで、なかなかあれですけども、一応あの気にした人から本を譲り受けてるんで、ちょっとまたそういう期間を設けようかなと思った次第でございます。ということで今日も頑張っていきましょう。